イギリスのホロショム近くの土地の排水土地排水の目的は湿ったまたは湿った地面にある水を急速に排水するか、清水圧で排水することであるが、実用的な限り落下に適した急勾配であるべき地形線形構造にして、これらは農業や建築現場で活用されている。現代の陸地排水路は有効、または不連続パイプの形態をとる。 典型的な陸地排水路は余剰水を開放光にまたは天然水源に導く。伝統的には土地の排水口は粘土質の土やデータに溝を掘り平らな石を使ってトンネルを形成することによって形成されていた。これは非常に手間のかかる作業でもあったが手元にある無料の資材を使用して行うことができた。通常地表から2から3フィート下にあり農地用排水路は 月の損傷を避けるために十分に深く設置されなければならない。イギリスでは1843年に短い陶器製のパイプが最初に使われた。最も初期のタイプは平らな蓋が置かれた夕方のトラフからなっていた。後に押し出しクレーパイプが開発された。これらは現在でも使用されている。そして掘削された溝に付設することができ、あるいは 水平方向の穴が北ロを使って地面に形成されてパイプはてまたは機械的なプレスによって押し込まれる。これにより重い湿った土壌、湿原、湿地を農業に修正できるようになる。実質的にすべての作物は成長するためによく排水された土を必要とする。多くの近代的な土地の排水路は煙道豆ほどの砂利に敷かれた穴が 空いた硬いが柔軟なプラスチックパイプを利用して構築される。沿道豆砂利はパイプを傷つけないようにシャープで先端のない沿道豆サイズの小石。そして利用的スタイル材料で砂利を囲み、シルトを防ぐ。これは掘削された溝に取り付けることができまた穴を開けたり穴の開いたパイプを挿入したりすることができる特殊なモルプラウが すべて一つの同時連続プロセスで可能にする非常に強力なトラクターが必要なためフレキシブルパイプは機械の背面にロールとして運ばれ砂利用のホッパーが隣接する機械によって補給されていることもあるトラクターが所簿の経路に沿って進むにつれてパイプ及び砂利はプラウブレードの開口部を加工する仕組み建物の建設における土地排水の目的は蒸気とは 多少異なり、何らかの理由で空撃が工事現場の地面にできた場合、工事現場が満水になる傾向がありまた、地下構造や溶壁にかかる生火銃は周囲の地面に水が存在することによって大幅に増加する可能性もあり、この圧力を軽減するために陸地排水が導入されている。伝統的に排水口は、 瓦礫で溶壁などの後ろを埋め戻し、水が瓦礫を通ってある。適切地点まで排水を可能にすることで用いられる。高速道路の横に開通路を設ける代わりに、陸地排水路を設置することもできる。これなら、掘削された溝は砂利で完全に埋められていく。もし車が高速道路を走るなら、これは開いている溝よりははるかに安全である。 水が仮想度からパイプに流れるようにパイプに穴、または隙間を残さなければならず、こうすると土を何らかでブロックするかまたはシルトをパイプに入れてブロックするまたは水の流れを減らすかであるが、これは砂利でパイプを囲むことによって部分的に克服することはできる。しかし、時間が経つにつれて砂利でも土やシルトで詰まってしまうので、砂利は土壌粒子をろ過する。 自テ的スタイル材料で囲まれている。理想的には、高圧水噴射がシルトをきれいにすることが可能であるように、土地排水路はアクセスポイントに置かれる。しかしながら、どのような技術であろうと、すべての陸地排水路には有限で寿命があり、シルトの侵入、周囲の路材ブロッキングは結局無策になる。ありがとうございます。